はい、コズノオシュミ部屋へようこそということでね、今回ご紹介するのは目の前にあります、はい、まあ、輸送箱の状態ですけれどもね、早速ねこの輸送箱からもう箱をね、お見せしたいと思います。はい、じゃんってことでね、いやもうドクロですよいやもうめっちゃもうこの箱の時点でかっこよすぎる、これめっちゃ。いやまあドクロといえばね、以前ね、ご紹介しましたマスターマインドジャパンとね、ナルトのコラボ、はい、そちらのねグランジスタのナルトをご紹介させていただきましたが、今回もマスターマインドジャパンとコラボしてます。はい、それが何とコラボしてるかっていう話ですよね。まあそれはねもうサムネとタイトルでもうご存知かと思いますが、はい、マジンガー Z ですね、超合金魂のマジンガー Z、はい、こちらがプレ版限定でね発売されました。はい、で届いたんでね、今回はこちらをご紹介していきたいと思います。まあね、箱がねもうドクロなんですけど、実はねこれ裏もドクロなんですよ。なので商品のね画像が貼られてないっていうね、なので回転させるまでもない。はい、ただこのドクロの箱がめちゃくちゃかっこいいと思ってね、いや何このかっこよさ、いや素晴らしい。ということでね、早速開封していきたいと思います。はい、こちらねとりあえず袋からね出したんですが、なんとねこれ横にスライドさせる方式で、箱がもう一つ出てきます。つまりこれねアウターケースでした。はい、アウターケースがこのマスターマインドジャパンのロゴと、はい、で実際の商品がこちら、バーン、いやーすっげーかっこいいいやこれはかっこよすぎるだろう、マジンガー Z、 やばいね。で箱裏はねなんとねまだわからないっていうね、まだドクロだったっていうね、いやじらせますね。はい、まあ、とりあえずねブリスターの状態まで持っていきましょう。はい、ちゃんとねブリスターの状態がこちら、はい、至ってシンプル。まあね箱自体もねすごい、小さいし薄かったんで、はい、二重底とかじゃないですね、一つのブースターに全パーツが収納されてます。でこちらが説明書ですね。はい、うわあれだね、説明書はもう多分使い回しかな、うん、普通のマジンガー Z のカラーリングのやつだもんね。ただ本当にマスターマインドカラーにしてあるだけなんで、まあ、そこはそうでしょうね多分ね。はい、ブリスター越しですけれどもねパーツを一つ一つ見ていきたいと思いますが、まずこちらですね、これがホバーパイルダーですね、頭にドッキングさせる、こちらが主翼ですね。はい、で主翼の左右、はい、でこちらが飛行用ベルト、こちらが尾翼、でこちらがジェットスクランダーの本体で、ロケットパンチが2つ、でこちらが交換用の腹部装甲ですね。はい、でミサイルパンチが3発あります。手のパーツが左右開いた手のひらですね。はい、でこちらが合体用ベルトですね。はい、はい、といった以上ですね。まあ、実際に本体とか組み立ててみたいと思います。はい、ではね早速本体見ていきたいと思います。こちら、いやすごいね、このね中央にマスターマインドドクロ、これが配置されてる。で全体的にブラックですね、ブラックにグレー、うん、で一応ロケットパンチもね取り付けてありますが、ここにもねドクロがあしらわれてますね、うん、両腕部にかっこいい。で脚部の両足にもドクロ、うん、すっごいね。初めて手にしたんですが、
マジンガーセットの超合金って言っても、あの昭和の時のね超合金は持ってたことがあるんですけど、はい、このね新しい超合金の、ま、マジンガー Z は初めてですね。いやすごいね、重厚感があるよね。ああこうやってね背も伸びる、背が伸びてんのかわかんない、足も結構曲がりますね。わあ結構曲がる、うん、なるほど。でブレストファイヤーね、ブレストファイヤーで顔、まあここはね白パーツなんですよね。白パーツも配色されていると。はい、でお次は、はい、ジェットスクランダー本体。これはねもう黒一色っていうわけでもなく、ここのねジェット噴射のところがグレーですね、うん、でこれね黒だからっていうのもあるんですしょうけど、指紋がめっちゃ目立つっていうね、うん、いやこれはちょっとね、拭き取らないとね、素手で触るとめっちゃ指紋がつくし目立つ、はい、ホバーパイルダーがこちら、はい、さすがに兜工事は乗ってないよね。これはね合体用にちゃんとここがね収納されますね、はい、でこの頭部に行きます。パイルダーオン、はい、パイルダーオンしますね。いやいいね。ではねジェットスクランダーと本体合体させてみたいと思います。はい、ということでね完成しました、マジンガー Z。 もうねブレストファイヤー打ってるところのポーズで決めてます。はい、いやーかっこいいね。かっこいいけどなんだろう、すっごいシンプルだよねまあなんかごちゃごちゃしてなくてめっちゃシンプル、まあそれがまたいいんだろうね。まあ、今までねガンダムとかを見てきたからね、このシンプルさがねすっごい目新しく感じますね、はい、ということでね今回はねマスターマインドジャパンとマジンガー Z のコラボ商品ということでね、はい、こちらをご紹介させていただきました。はい、最後はねいつも通り背景を変えて回転させてお別れしたいと思います。ぜひこの機会にチャンネル登録していない方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。